N 高等学校 S 高等学校22世紀の学校は進化と拡大をやめない。 N 高 S 高最高。そして2025年第3の高校設立へ。沖縄、筑波に続く3つ目の拠点は群馬県桐生市。ここにスクーリング地が誕生する。東京の、すぐ近くにあるんで、新幹線で50分の場所にこれだけ大きな、豊かな自然があって、美味しい食べ物もあって、草津温泉、四万温泉、伊香保温泉、水上温泉、ぜひですね、群馬県の温泉も楽しんでいただければと思うし、移住希望地ランキングで初めて全国2位まで来てるんで、来てもらえばやっぱりすごく群馬県のこと好きになっていただけると思うんですね。緑豊かなレトロモダンな町桐生市。近代化遺産や歴史的な町並み、 IT 産業やスポーツラボなどの新たな企業が町に参入してくるなど、レトロモダンな町というふうな形でも今桐生は表現されているところであります。グランピングやサウナの施設、キャンプ場があったりとか、道の駅があったりとか、いろいろな楽しみが長期滞在の中でできますので、リトリートを楽しんでもらうっていうのも一つの方法かなと思ってます。せっかくの機会なので交流とか親睦とか、市民も巻き込んで、企業も巻き込んで、学校自体を応援できるような、そんな環境づくりをこれから作っていければいいかなと思ってます。心にググッと群馬県。全国で唯一 e スポーツ化っていうのを作ってですね、 e スポーツの聖地を目指し、国内外からも注目を集める取り組みを実施。主催する全国大会では N 高生も活躍。起業家への手厚いサポート体制。人事の田中社長さんを中心にイノベーションアワードをですね、ずっと頑張ってやってこられたんですけど、いろんな人が輩出されてるんで、東京から一番近い田舎っていう意味では群馬県すごい面白いと思うんですよね。全国でジンズを成功させ、生まれ故郷の群馬を盛り上げるべく老舗ホテルを改装。やっぱり街づくりの起点になったのが城屋ホテルなんですよ。前橋出身のコピーライターの糸井重里さんを何度か口説き落として、それで芽吹くっていうビジョンができてから、街づくりの方向性もホテルの方向性も決まって、ああいう形態になったんです。自分が何をやりたいかっていうことを結構明確にすると人生は豊かになると私は思っています。そんなことをですね、少し頭に入れながら学校生活を過ごすと、なんか面白い人生を歩むきっかけになるんじゃないかなと思って期待しています。皆さんがこの新しいプロジェクトの中でいろんな目的を持って頑張られることは全面的に応援していくので、ぜひですね、群馬県に来ていただきたいと思います。第三の夢と希望、群馬県桐生市に芽吹く。その名は R 高等学校。